皆さん、こんにちは。ダビデです。そして、ルヒアです。アビノフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、新環境3日目ということで、はい。本日紹介するときはこちらです。秘術ウィッチ。おぉ、ウィッチ来た。はい、秘術ウィッチね、新カード追加されましたよ。うんうんうん、はい。レジェンド、メディア。メディア。はい。まあ、まず、ファンファレとラスワで、大釜を2つ出す、1つずつ、出しますよと。うんうん、そして、まあ、エンハンス8もありますよと。これはまあガーディアンゴーレム1体出すのと自分の EP 進化、うん、1回復して進化すると相手のフォロワーかアミュレットを1つクレイゴーレムに進化させますと秘術を使って、まあこれファンファーレでね大釜出るんでこれ発動します。で、まあなんで結構あのでかいの1体とかいるときに、かなり役に立つなと。編成の何でしたっけ、魔術、魔術みたいな感じですね、フォロワー版みたいな感じですよね、結構範囲広そう。はい、まあなんで相手の必殺、まあ、バイディだったりとか、バイディはいいですね、シブアとかをね、変身させて上から踏めますよと、まあ、なんでこいつはもう上から踏めます。ただちょっと1名しか取れないっていうのはあるんですけれども、刺さる相手には刺さるという効果になってるんですけれども、まあ大事なのはこいつ、まあ、大釜2つ出すんで2ドローするんですよね、結果。ドロー層としても優秀な感じですか。そうですね、本体のスタッツも大きいし、確かにドロー層としてかなり優秀なので、まあかなり長いレンジでもう戦うようになれたんじゃないかなと、はい、思います。そしてまあ、このレヴィね、これ昔から、まあ、いたんですけれども、このレヴィとこのメディアのおかげで秘術ウィッチのリソースは無限。確かに、レヴィ3ドローですもんね。そう、大釜あると3ドロー、ハンドすごいですね。もうなんで、ただね、ちょっと秘術ウィッチってやっぱ今そのどうしてもバーンが足りなかったりとかするところで、まあ、ちょっとスペルブーストのカードなんですけれども、神社と狂信者を入れてあります。でもリソースがもうハンドが無限にあるんで、まあ、端っこの方がねちょっと事故ってても別に大丈夫なの。狂信者入れてても事故らない。あ、無限のハンドを手に入れたんですね。無限ってことでハンド無限です。そんなイメージないですけど秘術って言ったら、はい、なんで、まあなんか結構やっぱ長く戦えるようになったなと、いうふうに思います。まあ本当はね、このメディアが顔にバーンって飛んで7ターンとか6ターンで終わらせられるのが一番いいんですけど、まあちょっとこれもらったのはメディアなんでちょっと長めに戦うことになっております。で、こいつが強いんだ。もう偉そう、偉そうです。いや俺最初シバ入れてたんですけど、シバより強いのいた。みんなありがたがってるシバの4点、はい、こいついつでも出せる速攻性ありますからね。確かに、これシバです。これなるほどね。ボード4点もいきますしね。そう、進化圏も使わないしは、てなんかもうメディアがいるおかげでなんか秘術は本当に困らなそうですね。絶対に土、魔片を置いてありそうですね。まあ魔片に困ることは少ないですね。はい、といった感じですかね。おお、はい、まあ、序盤のテンポはマギサで取りつつと、はいはいはい、レビとメディアでカードを引いて、まあ、狂信者やこの真理の術式で決めていこうと、いうデッキになっております。回復しないでください。じゃあ何か待ちいってみます。お願いします。さあということでウィッチとなりましたが、ウィッチミラー、ちょっとねウィッチさ、魔道具専門店流行りすぎじゃないですか。マジで絶対魔道具ですからね。絶対魔道具なんですよ。めっちゃ好きなんですよね、みんな。秘術は渡ったことないです、まだ。どうですか、どういう動きするかもわからないですね。みんなウィッチと言ったら魔道具ですからね。まあこのデッキ結構2コスト削ってあるんで、特に先行2コストは削ってあるんで、まあ実験室はまあ先行高校問わずキープなんですけど、まあサミーとあとゴーレムの連成で合計8枚かな、9枚いや、サミー2なんですよ。あ、2なんですね。しか入ってないんで、秘術なんだけど。本当だ、秘術だ。突然マジ、まさかの、まあ、これもね、サミーもね好き嫌い分かれると思うんですけれども、やっぱこのメディアとかレヴィに
繋がるまでは結構やっぱリソースが心配だったりするので、そこにたどり着くまでのつなぎとして、でこの Go& ゴーレムは強いです。これ強い中入ってもガンガン前のめりな秘術ですね。ゴブリン、ゴブリン、なるほど。おいいですね。はい、レビでしょ、レビ。でも相手秘術置いてないからレビは弱い。確かに。こう手を何するんですか、テトラで持つんですかね。テトラはエミルメディアで地図、進化顔かな。進化顔ですね、これは。あ、それに対して、まあ、次メディア行くしかないんですけど、ゴブリンがでかくなって、あ、でもメディア行くしかないんですけど、私のトリか、エミルをサイズダウンして、まあ、単純にこの6、5っていうサイズがかなり上から当たりにくい。確かに、まあ、ただ相手もメディア来たら強い。変身させられちゃう、ラストワが。ラストワでも消えちゃうのか、あり得る。でもこんだけ前寄せにしてたらあれですね、メディアなさそうだけどな。あー、普通に追い払うかもしれないから、これこいつだわ、むしろここで俺はエラスムスを引きたい。エラスムス欲しいですね、うん、すごい綺麗に返せる。ただこいつもメディアで消したこともできる。あー、確かに、それめっちゃ強い。確かに、あ、しかもエラスムス来た、これはタクが。でも、さすがにエラスムスっぽいかな。悩ましい。でもどうなんだろう。これアンラスバ消すの相当でかいですよね。そう、リハルコンがなんか次呼んで飛んでくれたりの防げるのはなんか強そう。めちゃめちゃでかそう。覚えてきた。悩むな。確かに2枚目のオリハルコンなかったらこっちリソース勝ちできそうな雰囲気がありますよね。ちょっとね、ただメディア出すじゃん、はい、溢れて、ああ大丈夫か、術式スタートですね。一つ違う、大変なことになりますね。大変なことになるよね。ならないわ、ならない、ならないと思います。これ使うんで、うん。あ、そっかそっかそっか、ここで秘術が割れるのか、はい、ただこれを置くと大変なことになる。はい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 、これを置くと、術式スタートになっちゃうんで、これ置いちゃダメ。うんうん、これは相手も予想外だったんじゃないですか。ラストワード消せるのも偉い。さあ、ブラック、顔、あ、ここでレビーだ。下から、あ、そっか、このか、3枚か、うん、強いですよ。強っ、負けそう、残り10、負けそう。レビーエラスムス、まあ1面はないけど、まあ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 、まあ相手もこのエラスムスに困るでしょう。うん、確かに。お、これエラスムス処理されなかったらリーサル、あ、リーサルですね、術式と、もう一エラスムス、4444、勝ちですね。うん、4443か、4443、15点。ただ相手もあと4点ですから。4って出ないですけど、実は3点ですかね。エラスムス困りますよ、これ。困ってますね。頑張れ、ラスムス。おお、ちょっと来た、勝利。おお、でももう一エラスムスでプッシュしましょうか。うんうんうん、こっちつえおまけでついてくる。嬉しい、的が増えてしまった。おお、的すごいです、エラスムスの。あ、でももうちょっと相手苦しそうだったんで、これこっちに打ちます。確実にね、ボードで。うん、
リソースすごいですね。すごいな。確かに先行なんで全然なくならない。エラスースやっぱ強いな。芝よりエラスースのが良いなこれ。これもとこれもあの芝ってやっぱり、まあ、特にこのデッキに関してはあの4点、うん、顔4点が一番強いんで、うん、おお相手しょれないのかなこれは。すげえ。あでこれ秘密置いとけば。すげえ。おおすげえ。エラスースめっちゃ強い。すげえ。やば。おおすげえ。ありがとうございます。ということでドラゴンとなりました。おドラゴン、ドラゴンシェフと、ドラゴンシェフマジ許したくないですね。イアンの回復とかですか。ドレイン、そうなんですよね。そこら辺マギサがね、うん、なんかやっぱドラゴン結構、いやこれやばいこれやばい。マギサキープだったな。1111。あ、おー、マギサキープだったこれ。マギサ来たらとんでもないもん。マギサ来たらすごいテンポ取れる。宇宙だったまた引けばいい、まあ、おー、おー、来たこれ来たぞ。すげえすげえ。これさすがに実験室で次3点飛んで、2-2、3-2、2-2っていう場面ができるんで、ここに、うん、なんか適当に案内人とか出してくれるのが一番いい。うん、ベラキラプトル来い、ベラキラプトル来い。もう託戦とか打ってきたら、託戦来たら11でブッパしたくなっちゃう。11でマギサブッパ6-5-2-2はかなりあり。確かにかなりあり。あっ、託戦やばいやばいやばい。めっちゃブッパ。あーこれクラーク1が来て、うん、来た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 。ゾンビ無視すんなよちょっとね、盤面ロックだけ確かに、ちょっとありえるなこれやばいやばすぎる。2-2-2-2とかがいいな。案内人ペロキラプトルとかね、来ると、うん、なんか嬉しい感じになりますね。あ、OK OK。 ちょっとまあまあまあ、2-2出せ、2-2出せ、出さなくても出しても、あまあいいでしょう。3点が飛ばないのはちょっともったいないけど、さすがに6号は相手ビビる強いやば、6-5はビビる相手。相手だってあれも下からっすからね。バイリーもね、バイリー下からやばいでしょしかも2-2ついてくる強いこれやばい、これやばいなすげえ本当。次レミが引きたい、うん、レミ引かないと繋がらないですね。そう、ちょっとやばっす。いやでも全然もうなんか術式から、うん、2ドローですもんね。だから繋がるか、繋がりそう。山手さんなら意外と強心者も下がりそうですもんね。うんうん、これバイディーかバイディー置けないよこれ。バイディー置けないな。でもバイディーじゃないけど、でも逆に2面取れるのかも。伊達か、イアンがあればいけないけど、あーイアンかなく、これどうやって伊達進化つらそう。マギさんも同分ですね今のは、うんうん、まだ油断できないから全然。ドラゴン強えから、ドラゴン強えからマジで、まあね、あっ狩りかもしんないこれは。これいいな、最強ドローソース来てしまった。目で置きましょうかね。クレイゴーレム変換はしないですか、うん、これね、なんだろう、それはそれで困りそうですけどね、まあ、6-7にすれば芝とか置けない。あー芝じゃ、まあちょっと刺すけど、まあまあまあ進化フェイスでしょう。これ2面取るの大変でしょう。うん、普通に母ぐらいかな、母来ると。おお、来た来た。もう起動しないし、何しましたっけ。してない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 。うん、主語もない。マギさん、マギさん、マギさん、マギさん。あはー、レビーまた悩ましい。僕は術式を打ちます。一旦もう体力5。おお、マギさん、マギさん、マジっていく、すげーすぎるマジか。これはドブン来た。あらららららら、すげー。
ありがとうございます。いや、やばということで、秘術ウィッチでした。まあね、あのいろんな戦い方ができるということでかなり面白いと思います。今やっぱちょっとこう秘術のカードプール改めて見てみると、入れたいカードめっちゃあるんですよ。なんか、密かに増えていってたんですね、秘術の。そうですよね、あのエミルとか、あと323でエンハンス8で4点 AOE のやつとかいるじゃないですか。あー、いますね、レイトンね。とか、まあかなりいろいろあるので。でこの動画の1戦目のミラーの時もあれでしたもんね、なんか違うこの敵に入ってない方いっぱいありましたもんね。いっぱいありましたね。うん、そうなんで、ちょっと次の環境も非常に楽しみだなと。お、秘術の未来が見えたか。もう1個来たら本当に爆発するかも。おそうですね。ということなので、皆さんもぜひ座ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。